ブダイは、鈴木木、ベーラー木イ科の魚。ブダイという名前の由来には、いくつかの説があり、体がよろよきた武士のようなので、ブダイ、ひらひらと舞うように泳ぐ姿から、舞タイに比べて、不格好ということで、集イもしくは、二体という説がある。赤イ、トネ、牛、クズナ、イガミ、エガミ、モハン、ハチウオ、ハチキエラブチ、アカエラブチャー、ウーフー。 本州中部以南の西太平洋、インド洋。全長30から40センチメートル。ベラに似た体型だが、やや体高が高く、頭部が大きい。オスはやや青みがかっていて、メスはやや赤みがかっている。ブダイカの魚は、歯が融合し、くちばしのようになっている種が多いが、本州の融合は、不完全である。浅い海の海底の岩礁域に生息する。植生は、 春から秋にかけてはそこに住む動物を食べ、冬は海藻食に変化する。食用になる。雑食であるために夏場は、磯臭さが強く、あまり評価は高くないが、秋から旬である冬にかけては海藻食となるため、サム部イとして賞味される。刺身にするとビ味だが、癖が強いので、生姜焼きといった薬味の工夫が必要となる。また、洗いにして酢味噌で食したり、 煮付けや鍋の具、唐揚げやフライ、味噌漬け、干物にしても良い。本種は釣りの対象魚だが、網にかかることは少なく、ほとんどが磯釣りによって捕獲される。餌は、夏場は、甲殻類。冬場は、海藻類。本種は、春が冬であるため、俳句などの機材になることもある。その際は、毎代の名が用いられることが多い。また、江戸時代の下界。 竹井周作の著書、魚鏡にも本種についての記述がある。ありがとうございます。